サンゴ樹は、ガマズミ科ガマズミ族に属する常緑鉱木である。団地の海岸近くに生え、サンゴに見立てられた赤い果実がつき、庭木、池垣、暴風、暴果樹に利用される。和名サンゴ樹は、秋に真っ赤に熟す果実が、柄まで赤く、この姿をサンゴに見立てたのが由来となっている。標準学名のバイバーナムオダーティッサムムムバリエーション、アワブキは、中国名で、 日本産五樹とされ、APG 体系で、マズミ化、クロンキスト体系、エングラー体系で、スイカズラ化に分類される。抗義の学名は、バイバーナム・オダーティサムムで、中国名で、三五樹とされる。日本、朝鮮半島、台湾や、東南アジアの温帯・亜熱帯地域に野生する。日本では、関東地方南部の海岸より、東海地方南部の海岸より、四国、 九州、沖縄まで自然分布する。団地の沿岸に生える。常緑紅葉樹。中高木で長塩水系の整った樹形になる。樹皮は肺褐色で皮目が多く粗い。葉は長ょ縁円型で円に小さくまばらな巨子がある。葉心は光沢と厚みのある角質で枝から折り取ると白い綿毛が出る。若葉はか緑褐色であるが夏は 単緑色、冬は能力色へと変化する。夏季は初夏。小枝の先端から大型の塩水花剰を出して、やや紫を帯びた小型の白い花を多数開花する。果敢は長さ約6ミリメートルの筒状で、先端が浅く五列する。果実は液化で長さ7から8ミリメートルの楕円形の実を赤い、花瓶の先端に多数つける。はじめは鮮やかな赤色であるが、 9から11月頃に熟すと青黒色に変わる。日向から日陰まで植栽できる。土壌の質は全般で適湿地に深く根付く。植栽適期は3月から4月上旬か6から7月、9月から10月上旬とされ、剪定は3から4月か6月下旬から7月、9月下旬から10月下旬に行うとされる。施肥は1から2月と9月に行う。 防火、防風、防音の機能を有する樹脂としても知られる。種照苗の泡吹きに示されるように、熱く水分の多い早枝は、火をつけても泡を吹くばかりで燃えにくい。それゆえ、火災の炎症防止に役立つとも言われ、防火樹として、庭木や池垣によく用いられる。刈り込みに、強く、よく分子して、下枝が枯れないことから、古くから高さ2から4メートルくらいの池垣を、 作るのに使われており、体調性があり、海岸の防風キとしても利用される。また、魚毒植物としても知られており、沖縄県ではかつて毒流し漁に利用されていた。横浜市、大東市、豊富市の市の木、ビブサニン A や B をはじめとしたビブサン型ジテルペノイドが多数含まれている。ビブサニン A の構造、ありがとうございます。